まゆみさん、こんにちは。今回はですね、こちら、スーパーサイジンことスーパーサイジンベジータじゃない、ゴジータ。まあ、史上のバトルスペクトルに挑んでみようと思います。で、今回こちらですね、まあ、再起する力の、まあ、もうすぐ極限がワンチャン来るかもしれない、ね、悟空&ベジータの、まあ、天使をね、まあ、久々に使ってみようかなと思います。まあ、負ける気正直ないけど、ほら、縛ってるかな。でもやっぱね、まあ、再起する力はね、まあ、詰め込めは勝てると思うんだけど、まあ、それだとまあつまんないんでね。で、フレンドは俺が唯一持ってない小鳥。マジで小鳥出ねえんだよな、夏フェス。奮起は虹になって、クソメタルも二凸になって、あと誰だがいたっけ、あと夏フェス誰だ、あと誰だ。あともう一人いた気がするんだけど。あ、あれだ、クーラか。クーラももう虹になっちゃったから、なんか唯一夏フェスで一枚も出ない小鳥。嫌われてんだよな。まあ、かっこいいよね、これ。実装当時はいろいろ言われてたけど。欲しいな。お手軽復活だしな。ラパン、ハラパンで。お前、全属性が持ってるってカチカチと。まあ、ゴージータどんだけ難しいかわからんけど。まあ、別に余裕だと思うんだよね。ゴージータ、まあ、言うてね、合体すれば必殺ミキアミ終わるし。こいつもとつりたかったけどな。で、290万弱い。まあ最初はしゃあねえな。なんか最近天界地獄も評価が下がってるらしいからね、悲しいんだよね普通に。まあ言うて強いのも復活入れればね全然強いと思うけどね。気弾系無効にできるしね。だってここで、まあこうしたいよね。こいつで確かあれだもんね、アタックサポート、アタックサポートできるから、回避無効もしかしてここ。回避無効かな、どっちだろう、どっちが悪いんだろう。お前が悪かったな。お前が悪かったんだな。言うて 77% 回避のはずなんだけどな。で、780万。いいね。で、確定回避ね。いいね。確定回避で記録が上がるのも強いんだよな。で、久々のご出勤。あ、意外と出すね。450万。300万ぐらいだと思ったわ。まあ、演出はもう今より全然いいね。で、まあ、小鳥で、ディフェンス上げるか。いいよね、この BGM 好きなの。やっぱ7周年がなんか一番楽しかったというか、あれだったら印象に残ってんな。7周年コンビね。とだよね、ほんとゴッドの演出が良すぎて俺感動したもん。でブルーコンビか。で復活ができる、なんで。あ、お前できるんだっけ、なんだっけ、77% 以下の時に復活できんか。あ、強っ。回避無効ではないよね。頼むぞ、お前返上しろよ、さすがに。お前頼むぞ。ここで食らったらもう救いようがねえかな、お前。ナイス。あー、よかったよかった。で、1400は強えな。いいよね、やっぱこの7周年の BGM が本当にもう好きすぎる。いやー、7周年お得だな。で、アクティブのボイスというかね、これ避けなかったら天才だよ、お前。よかったよかった、さすがにね。さすがに。で、1600万強っ。いや、まじなぁ。8周年はね、対属性の悟空はすごい、まあめちゃめちゃ、もう初見で欲しいと思ったけど、力の方がさ、やっぱりなんか、元気玉すごかったけど、単倍前の技がちょっとなんか、7周年、対属性に比べてちょっとなんかあれかなみたいなね。対属性の方が力凝ってんなみたいなのが分かったからさ、もう7周年はさ、両方凝ってたからね。本当にもう。で、ここで合体するか。まあ、実際これね、たまにある手法なんだけどさ、合体させて、必殺どこにあるか分かってから、もう一回アプリ落として、最初からやり直して、みたいなことをいつもやってるんだけど、まあ、今回別にわざわざそんなことする必要もないかな。いいね、かっこいいね。アイテム使うの忘れた。
やばい、アイテム使うしだ。やばい、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 やばい。必殺ないからって油断した。やばい、待って、待って、待って。負ける？死ぬ？待って、ゴージータがやばい、ゴージータがやばい。報道後なら多分大丈夫だよね、小鳥。待って、待って、アイテム使うの忘れたわ。普通になんか。あー、じゃあ、ここよかった。さすがにゴージータ、100万とか食らうことないと思うんだよね。殴りで。30% 軽減。540万。絶妙。そして、スーパーの自分をぶっ飛ばしていく。いや、マジかっこいいよね。あー、アタック低下効くんか。オッケーオッケー。マジでさ、このゴジータのシークレット出ないんだけど、ヒーローズ。なんか今回、配列に一回も巡り合わずに、もうすぐ、7段が始まってしまう。絶望なんだけど。まあ、原作枠って もんじゃないから、まあ別にいいっちゃいいんだけど、いや、できれば1枚欲しいんだよな。で、これ小島。まあ、ここは大丈夫でしょう。いまだに現役の8周年。お前に任せるか。待って。6ターン。まあ、多分、あれだよね。登場から8ターン目以降だもんね。まあ、大丈夫。まだ大丈夫。まあ、最悪やられても復活できるから OK です。いや、マジ。復活が強すぎる。77% 以下の復活は強すぎるって。で、回避して、回避して、回避して、1800万強。強え。君強くなったね、本当に。でもなんかランクは確か C ぐらいだったよね、こいつなんか。あ。必殺だけ食らっていくスタイルだったら逆におもろいけどな。ああ、よか、さすがにね。今いくつだった？見てなかったな。見てなかった、めちゃめちゃ。で、620万。いいね。で、回避すると。で、1600万。強い。強い。まあ、簡単だね。死にそうになったけど。あ、これまだあんのか。あと2ステージあんのか。でで小鳥復活できるよね、多分。あ、ギリギリできねえ、もしかして。しかも2発撃ってくんだけど、1つ。どうしよう、小鳥の方がいいかな。天下一でもいける気がするんだよな、これ。全属性ガール発動しなかったら、ね、でも終わりか。まあ、危ないからこうするか。いいね。これも7周年の BGM だもんね。全部凝ってるもんな、あれ。小鳥が、うわ、腹パンの、めちゃめちゃヌルヌル動くスターダスト。あっぶねえ。待って、ゴジータ大丈夫かな。 70% 軽減だから大丈夫だと思うけど、さすがに。で、ナイス追撃。お、腹パン返し。いやー、大丈夫かな、これ。ゴジータさん。600、じゃ、500万。ちょっと違う自分をぶん殴っていき。あ、アタックテック入るんだ。あれ、しかもナイス。これはもう大丈夫。ここは大丈夫だね。いいよね。この技好きなんだよね。ここもやっぱね、オリジナル演出だけど、まあ、オリジナルってものじゃないけどね。言うてまあ、使い回しのところもあるけど。でもね、やっぱ昔はなんかちゃんと作られてたんだけどな、オリジナルでも。売り上げ落ちてるってことは。え？なんで？なんで？あれ？なんで？え、なんで？ 70% 軽減でしょ？あれ？なぜ？なぜ？なぜですか？なぜワンパンされたんですか？ 70% 軽減なってるもんね。はい、ちょっとまあ、まあちょっと、よくわかんないんで、とりあえずこっち、久々にこいつ連れてきます。極限して、つえつえって言って、それ以降使った記憶がないんで、まあ、正確なら今回ね、まあ、身勝手軍団ってことで連れていきますと。おぉ、忖度助す。いや、助かんねえな。どうするこれ。これ、守れるこれ。まあ、半分切ったら切ったら復活できるから別に、
いけるか。ああ、そんな強くないよ。まあ2戦目なんでね、もうパッパと突破していきましょう。ナイス。マジ柵がいいよなこれ。ね、もうなんか変な作画のとこ一個もないもんねこれ。どっか手抜くかな最近のドッカンは。で630万、多分これでも24メモリー扱いになるから3発打ってくれるはず。オッケー。まあできれば耐属性コンビも連れてきたかったけどね、あいつ再起する力持ってないんでね。で330万、まあ無限上昇持ってるんでね、まあこっからどんどん上げていけばいいでしょう。早く 50% 切りたいもんね逆に。こいつこのままだとマジでお荷物だかんだ。で、あとそろそろ全開でいくかな。一徳がおめえなんかに天下は取らせねえからな。はい、イケメンすぎると、まあこいつもクラッときたいからクラって、あー無限上昇たまんなかったな。まあいっか。で、おっと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 、まあ最初は全属性ガードあるから大丈夫でしょう。うわー久しぶりか。まあよかったよかった。結局まあ小鳥でも打てなかったかな。アタックディフェンス上げて340万。で、おー結構食らうな。で苦手880万。オッケー、ここで倒してくれたと。まあでも半分切りてえな次のステージで。半分切らないとチミガッテくんが理不尽にも吹き飛ぶんだけどな。ここはまあ回避してもらおう。あーやべ、たまんなかった。回避して、回避して、回避して、フラッで1400万。今5万くらったな。割と強いんかなこのステージで。なんかめちゃめちゃなんかで手抜いてるけど、結構強いこのステージ、もしかして。ヨッキー1000万強いな。まあこの身勝手の 50% サポートがやっぱ強いよな。で紀炎山を自分自身にぶち込んでいく。で、まあできれば、え、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、助かる。できれば8周年も打ちたいと言おうと思ってたかんな。で、700万。無凸だかんな、こいつ言うて。こいつ強いよな、本当に。で、軽音質もちゃんと作られてるしね。で、あ、やっべ。やっべ。やっば。こう、さすがにこうだな。ちょっとやばいんだよな。後ろの身勝手くんが、やばい。あー、撃ってきたけど、全属性ガード。頼む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 。前回地獄。あ、ナイスだけど26万くらいか。やばいな、やばいな。アタック低下でも一応効くから、展開値確か8周、展開値確かあれだもんね。アタック低下入るもんね。いや、なんて、後ろの身勝手やべえな。もう一発。ナイス。まあ、多分、あれは大丈夫だと思うんだよね。小鳥は。あ、でも小鳥で復活した、あ、そうか、小鳥あれか、自分で復活しねえと、全属性ガードつかねえんか。え、500万。どうだ、最後のがいくつ食らうか。アタック低下入れてるから、10万くらいで収まってくれりゃ終わっちゃうんだけど。ダメ、頼む、マジで。いや、どうだ、どうだ。アタック低下一応3発入れたから。おわ、ナイス。
あ、全然余裕だった。いや、びっくりするぐらい余裕だった。マジか。まあ、必殺が、まあ、アタックテイカーとか入れたからか。よかった。生きてる。で、次で小鳥で復活させ、いや、でもできればな、身勝手を変身させたいんだよな。ここで倒さない方がいいか。倒さないでギリギリ残して、次で倒せば、まあその後回ってきて身勝手復活できるもんね。復活ね。あれ。変身できるから。で、次で、まあ、次は回避組3人になるから、まあ耐えられるでしょう。で、耐えて、小鳥で復活か。あ、無理だ。全部のプランをこいつが崩しやがった、今。頑張って考えてたのに、全部崩しやがった。まあ、小鳥でも復活するしかないな、じゃあ。あわよくば耐えられればそれでいいしな。まあ、天下一極が、ああ、一発目で突き上がった、こいつ。まあ、多分これ死んだわ。まあ、でも、この技属性だから大丈夫か。身勝手も。190万で、おお、死んでる。海外版の小鳥面白いんだよな。で、いいね。このスーパーサイヤ人の髪型やっぱいいよな、マジで。この初期サイヤ人。いや、アイテム使わなくていいと思うんだよね。使った方がいいかな、これ。いや、俺はこの身勝手たちを信じる。信じてるぜ。ナイス。で、1800はつ強い。最後の身勝手も多分大丈夫だと思うんだよね。得意属性らしい。で、回避ナイス。助かる。助けて。助かる。1000万。で、780万。これで確定回信か。で、回避して。撃たないでくれ。頼む。撃たないで。15万。うち、あぶな、あぶな、あぶね。生きてる。80万だったら耐えれると思うんだよな、これ。一応アクションブレーキ一発入れるか。あ、飛ばすんですよ。まあ、いっか。久々に。本当にいい加減にしろ、お前。そうだ。ほら、このクリザ野郎。使わなくていいと思うんだよな、これ。80万の全属性があるだもんね。耐えると思うんだよね。まあ、ここでアクティブ使っちゃうか、こいつも。使っても、ここで倒そう。ここで引くわけにはいかねえんだ。カカロットの言う通りだ。俺は貴様に勝たねばならんのだ。行くぞ。いや、マジかっこいい、これ。本当に名場面だよな、これ、スーパーの。ね、このベジータとのね、本当にあの、実力拮抗してるベジータとの共闘はね、本当に Z じゃ見られないかんな。まあ、多分大丈夫。で、640万。まあ、しゃあねえな。でもリンクがね、こいつ合いづらいからね、フルパワーを発揮できないんだよね、なかなか。マジュニアとね、並べば結構発揮できるけど。全然今でもやれるし。まあ、自分での復活はちょっと無理だけどね、こいつじゃ。で、700万。いいね。アタックじゃない、ディフェンス無限上昇させて。ああ、これは倒せるね。で、2300万。神リンク合ってませんよ。OK、ナイス。で、倒して。まあ、あるよね。まあ、あるよね。まあ、ここも多分大丈夫。あ、でも、高確率になっちゃったかな、これ。どうだ、これ、どうだ、高確率になっちゃったかな。
あ、しかもたまんなかったぜ、連続正解だったら、らら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 ら、あ、全然大丈夫だった。あれ、あれ、そっちの方が食らうの1800万、強っ。頼む頼むナイス。いや、極限して変わったな、お前。生まれ変わった。身勝手は強いぜ。1800万、強いぜ。